20万。おー、じゃあ今年はアイドルいっぱい頑張れるといいね。アイドルなんて緩やかになんかやってみるのね。日刊ウイスキー工場ではガイドさんと一緒に工場内を歩きながらウイスキーの蒸留方法の違いとか作られる過程の説明を聞いて、それを実際に自分の目で見ることもできて、最後にウイスキーの試飲やお土産ショップでお買い物なんかもできました。とにかくめっちゃくちゃいい体験で、スコヤと二人で超テンション上がってましたねガイドさんからの説明聞いた後に飲んだウイスキーとかは香りの違いとか余韻とかめっちゃその個性みたいなのが分かって、工場内での説明を聞いての学びもあったし、新しい扉が開けたというか、なんかウイスキーってこんなに美味しいんだねなったというか、めちゃめちゃ感動しました。本当にここは行ってよかったスポットだ。平に言ってた気がするね土日だと駅からバスが出てたりとか、あと今回私たち平日だからできなかったんですけど、ブレンド体験、知らなかったんだよね。ウイスキー作るためにブレンダーっていうお仕事の方がいるみたいなんです。え、ちょっと待って、鼻血出てきた。え、なん興奮した話はい、土日だといろんな体験もできるみたいなので、またもし仙台来る機会あったら土日に行って体験したいねって話してました本当に私たちからおすすめしたいスポットナンバーワン。積んだ積んだな、あんこいっぱいだよ。もりもりだね。え、そうなの、出てくるの積んだの。菊福、あ、菊福有名だわ。うん、確かに菊福いやん。お団子、醤油はそういう感じなんだ。美味しそう、美味しそう。どちらが部屋しました？めちゃめちゃサービス良くてびっくりしたよね。うわー、めっちゃいい。ちょっと待って、あー、いいなー、かわいい、超かわいい。あ、寝る部屋大きい。私憧れてたけどさ、めっちゃいい。あとで音楽かけたいな。かけよう。何かな、羊羹。羊羹、羊羹、あ、ほんとに、うん、てらすごい。どうやってやったの。なんか合ってるのかわかんないけど、スタートするからスタート、勝手に回った。でも音出てないよ。書いてあるんじゃん。違うレコードが入ってる。うわー、楽しい。気持ちいい。貸し切り露天風呂です。
貸し切りの露天風呂2個あって、有料の方は予約できたので有料の方にしました。あー気持ちいい。いやーこれ、うわー、なんか慣れるといいよね。あーあったかい、お湯が違うね、向こうと全然硫黄の匂いしない、うん、ねえ、でもすごい、なんだろう、柔らかい、柔らかいわ、うん、うん、うわーやば、めっちゃ気持ちいいなんか外が開けられることが分かります開けて入って開けた方が露天って感じがします。あーめっちゃいい、あーいいねーこれね。え、てか雪降ってきてるよ。本当？雪なのか雨なのか微妙いけど本当だ、降ってる、降ってるね。天気いい、午後から、午後から夕方から、あー崩れる、そうそう、椅子に雪積もってるからちょっと座ったら冷たそうなんか新しくないお部屋とか、こういうとことかも、うん、綺麗だよね、あちこちに、ね、改装工事したのか新しい宿なのかどっちなの、わかんないけど、ここもかしこも綺麗だ、雰囲気がめっちゃいい、うん、さっきお酒でポカポカのままお昼寝したから、めっちゃ寝てたよね起こさないでおいたわ、良かったでした、乾杯、乾杯ウェルカムドリンクいただきます。リンゴジュース、リンゴジュース、ワインのはワインと柚子、あ、美味しそう、美味しそう、飲もう、いただきます、乾杯、ご飯美味しそう食べよう、いただきます。どれも綺麗だね、金箔乗ってるよ、本当だ、キャビアこれね、この脳みそみたいなやつ何？白子かな？白子、初めて食べるかも、うん、お魚美味しい、うん、めっちゃ美味しい、美味しい、米、お米と一緒に食べたい、うん、味が繊細だね、うん、美味しそうな刺身ね、うん、ほんと贅沢だわ、美味しい、美味しい超美味しいんだけど、ホタテ甘っ、うん、甘かった、消えた口の中でね、うん、うん、エビ濃厚だね、エビ美味しかった、うまうまっ、なんかあれだね、結構量多いね、うん今度で見てみてさ魚さんクリーミーで濃厚だね、めっちゃ美味しかった、超美味しそう、ね、肉も美味しいだけじゃなくてお米も美味しいの最高だな、うま、うん、いいね、うん雰囲気、神がかり、雰囲気めっちゃいいね、ね、実際はこれくらいの暗さだね、音楽とかがすごいねえ、感じ、ラウンジだとどうなるの、ラウンジだと飲み物が置いてあるよ、そこに、ほんとだ、めっちゃいい、ここ使いたい、ここ使う、うん、使うあ、梅酒ね、わあいい、自家製アップルブランデー、おー、いいなぁ、うん、あ、ごめん、え、足踏んだかも今、うーわ、こんなにお腹いっぱいにするべきじゃなかったかもしれない、めっちゃいいなぁ、どうする、どうする、どうしよう、どうしよう、いやでもアップルブランデー気になる、ここまでアップルできたな最後のアップルで、私アップルブランデー飲むじゃん、え、いいよ、私アップルブランデー飲む、私もアップルブランデー飲む、じゃあ一緒にアップルブランデーにするよ、ね、そうしよう、うわ、梅酒も気になるな、さくなみの美味しい水っておもろいな、
つまり水。あ、リンゴビネガーとかもいいな。あ、ブランデーかな。いいね。おしゃれじゃん。いいよね。カンペシするか。カンペシ？カンペシ。チアス。チアス。大きい紙コップに入れてきちゃった。でかい。私のと比べて何？でかいっす。遠近法みたいな。だから。乾杯。あ、でも。日課で嗅いだリンゴ系のやつよりリンゴが強いわね、おいしい。あー、お酒最高。お菓子食べたい。うん、チーズケーキと、私は大学芋持ってきてる。大学芋ケーキみたいなやつ。大学芋ケーキテロテロだね。大学芋ピントかも。シェフの手作りケーキだった。あ、そうなの？だからか。日課の広告ある。あれなんて名前だっけ？あの、チョコレートのキスみたいな形のやつ。あー。なんだっけ？デュポットみたいなやつ。みたいな、ポット？なんとかみたいなやつ。忘れちゃった。あれ？スマホどこやったっけ？あれ、あ、え、ドリンクバーコーナーに置いてきたんですか？姉さんすでに酔っ払ってますね。ポットスチル。ポットスチル、うん、この形をポットスチルって。いや、この蒸留器のことをポットスチルっていうらしい。あー、このひょうたんみたいな形のやつも、ヨイチのやつはストレートって言ってたじゃん。そうそう、ひょうたんの形のやつに別に名前ついてるわけじゃないのか。何式とかあったような気する。あったよね。バルジ型。あ、バルジ型なんか言ってたの気もするけど全然なかったわ自分の中に。ヨイチはストレートヘッド型。ついてたね。ストレートかこのひょうたんみたいな形かで味わいが変わるんですって。変わるんですって。不思議だよね。不思議だよね。ただの蒸留なのに。そう、形違う容器で蒸留すると味わい変わるらしいです。カキピースコ、家でもカキピー買いだめてある。あ、めっちゃこぼれた。1個しかこぼれてないな。確かにキピータン、キピー食べたくなってきた。持ってきます。このチーズケーキめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよね、うん、え、あれってお一人様いつまでとか書いてあった？許されるのであればチーズケーキだけもう1個食べたい。見てみよう、ね、このチーズケーキ本当に美味しい。だよね、うん、森の奥のカフェで出してそうなケーキ、うんふわふわめなんだよね。うんうんうん。でもしつこくなくてめっちゃ美味しい。うん、1個までって書いてないよ。うん。チーズケーキだけもう1個食べる。あ、甘くて香りでご飯食べれそう。いや美味しい。香りが美味しいとかしいか。いやいや、あるよ香りが美味しい。美味しい。めっちゃ飲みやすいジュースだわ。一口もらっていい？うん、いいよいいよ。なんか梅酒ってとろっとドロッと重い砂糖のうにょうにょがありそうな味するじゃん。これ結構サラッとしてて飲みやすい。美味しいね。なんかその盛りするつもりだったけどこれでいいな。そうだね。持ち帰れなくて、うん、で持って帰るわ、うん、家でやる。うん、この後お風呂入って寝ましょう。卓球しないの？卓球すんの？できないよ。酔っ払い卓球だよ。ピンポンピンポンってなっちゃう。顔ばっかり。あと
プルブランデーが結構効いたの。あのライトくらい赤いよ。あ、この赤くらいかな。マジレスこの赤くらいかな。結構赤くない。そんなに赤くない。赤いよ。見てみなさいよ、赤いわよ。赤いわ。ポテチン。ポテ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 チ。ポテチン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 って何？ポテチン。ポテ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 。ポテチン。ポテチン。ポテチン？うん。ポテ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 チンってこと？うん。え、そしこやご？我が家語。我が家語。でもうーちゃんは特別特にすごかったな。なんでだろうね、動物の匂いしたんかな。若いしじゃん。そんなシクハラ。シクハラにゃんこじゃん。わかんないけど、他にも動きた時の寝つきもすごかったから、やっぱり若い子嗅ぎ分けてるんじゃん。わかるんか。フェロモン出てる。年齢フェロモン出てる。お酒回ってるわ。お酒。お酒。コテチン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 と寝てまうこのまま。寝てまう。ウイハゴはね。うん。ピト。ピト？ピト。ピトッとされてる。ピト。あ、ピトッとされてる。なんだよ。ピト。ピトッとされてる。ピトって言わん。ピトは言う。言う？うん。あ、言うんか。ピト。ピトってされてる。ピトってされてる。ラウンジでコーヒーどうぞ。ありがとうございます。豪華だよ ね、 いただきます。しようか、うん、アビネス、アビネス。かわいい駅。線路を歩いて渡るって珍しくない？珍しい。初めてかも。あれゴリラ山かな。ゴリラ山？うん、マップに書いてあった。ゴリラの横側に見えるんだって。あっちが見たことない。なんか毛の生えてる部分と皮膚の部分で色違う感じがね。確かにゴリラっぽい。すごい。ベルボタン押してください。あ、仙台のアーケード歩いてます。歩いてます。歩いてます。ね、チカってる。チカッとチカッとチカ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 ってるわ。なんか人増えてきてね、さっきより。なんかね、ね、そうね、ね、伊達もさん、一覧好きなの。私も好き。細麺の豚骨が好きなの。最高じゃん。そうだよ。栄えてるね、スーパー。だけど長いね。長いね。藤崎の角を曲がって今右に進んでます。
なんかめっちゃ緑だね。さっきこんな緑かったっけ。私シェービングマック使ってる。あ、マックいいって言うよね。うん、3階だって。西山コーヒー店というところに来ました。ここの店舗来るの初めて。なんか違う店舗なら、え、めっちゃだって可愛くない？お店可愛い。ね、行ってみよう。行ってみよう。マックはライフ戦場のマックだ。うちらの名前書いてもらおうか。健やかなアイバイハブイログロケッチ。あ、書いてほしい。ずっと来てみたかったから嬉しい。ありがとう。いや、こちらこそいいとこさ。ありがとうございます。いるから緑なのかな。かわいい。え、健やはスクエアカラーじゃん。ね、うん、かわいい。金の縁かわいくないこれ。かわいい、めっちゃおしゃれ。ねえ、美味しそう。食べよう。食べよう。で、ワイラのティーカップはここからやってきたんや。え、ほんとにかわいい、かわいい。いただきました。ユッケ、ユッケ、食べよう。食べる。わー、おいしそう。おいしそう。お酒飲みたい。ありがとうございます。卵残っちゃいそう、ね、いいよ、このまま食べて。うん、なんか付け合わせみたいなの来たよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ひじきだ。誘惑に負けてビール頼んでしまった。うわー、映えだ。乾杯。ありがとうね。ありがとう。美味しい。楽しかった。超楽しかった。全てが完璧な旅だったよ。ね。ね。そうでしたよ、これ。本当だね。また行きたいな、仙台と山形。ね、行きたい。牛タンめっちゃ美味しかった。美味しかったね。なんか麦飯ととろろも美味しそうだったから、また食べたい。また食べたい。楽しかったな、本当に楽しかった。ありがとう。いい街だから、みんな行こうね。みんな行こう。行った方がいい。すごい良かったよ。聖地巡礼してほしくない？同じルートとか。同じルート通ってほしい、ね。でもスニーカーで来るのは危ないから、ね、ブーツで来た方がいいよ。さすがにみんなブーツ持ってるよ。あなただけだよ、おしゃれブーツしか持ってないの。だって黄色あるやつしかなかった。ペロペロのスニーカーしか持ってないのも。危ないのでやめた方がいいです。何回か滑りそうになってたよね。何回か滑った銀山温泉特に3、4回くらい滑った。カチコチだったしな。すごいね。暖かくしてきた方がいい。
そうだね。ヒートテック上下必須ですよ。必須です。ズボンの中にも、あ、確かに。足先の回路どうだった？めっちゃいい、これ。買ってよかった。うん、買ってよかった。買ったことないんだよね、足先。いや、足先の回路ね、あったらね、おなのめ？ポカポカです。うん、いいです、これ。みんな写真撮ってる。お、来た。稲穂から揺られて帰ろうと思います。